三国の物語はここに始まった。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は三国志について紹介していこうと思います。羅漢中作三国志演義の第一回は、桃園に縁して三豪傑義を結び、公金を切って英雄初めて功を立つと題されます。中国の小説は各章にこのような対句仕立ての題をつけることが多いようです。西遊記なら霊魂育まれて源流入れ、心象収まりて大道生ず、水滸伝なら頂天使祈って運益を払い、皇太誤って妖魔を逃がす。そして三国志はとうとうと東する水は果てしなく、長江に消えし英雄数知れずと続くのですが、いかにも壮大な物語にふさわしい出だしです。滅びては起こる中国歴代王朝。さて三国志ですが、物語に入る前に中国の歴史をさらっとおさらいしておきましょう。中国では先史時代より長江流域に人々が暮らしており、まず長江文明が出現しました。これは紀元前1万4000年頃に長江流域で起こった複数の古代文明の総称で、後の呉、蘇、越の国の元となります。その後世界四大文明の一つ黄河文明が起こり、夏、殷、周ときて春秋戦国時代へ突入。中華の地は7つに分裂し、それぞれの国主が王を名乗ります。やがて秦の国に朝廷が現れ、皇帝を名乗って立ち、他の6国を飲み込み、初めて中国全土を統一した秦の国が現れました。秦が滅亡した後、国は蘇と漢に分かれて争い、漢の高祖劉邦が蘇の覇王項羽を破り、漢が建国されます。後にこの王朝は前漢と呼ばれますが、劉邦は道を遮る白蛇を一刀のもとに切り捨て義兵を起こし、天下を統一しました。しかしその漢も外戚王毛が皇帝から帝位を簒奪、秦の国を起こします。もっともこの秦はもともと帝王の器でもなかった王毛のやり方のデタラメさに、各地で農民、盗賊、豪族の反乱が相次ぎ、王毛一代で滅びました。その後襲ったのは漢王朝の皇族皇武帝劉秀で、彼は各地の反乱を平定し漢を再興しますが、この王朝は後に五漢と呼ばれます。三国に近づいてきましたね。世界中どこの地域でも同じ道をたどったのでしょうが、中国でも国が起こっては滅び、また起こっては滅びの繰り返しでした。儒教国家であった五漢は宦官の専横国家に堕落。皇武帝劉秀が建国した五漢は儒教を支配理念に掲げた中国史上初の国家です。地方豪族の力を面と向かっては否定しにくい儒教の理念で抑え込み、バランスを保とうとしましたが、それを破綻させたのは外戚である皇后の一族と宦官たちでした。五漢の皇帝は始祖皇武帝と第2代明帝以外全員が20歳にならない若さで即位しています。生後4ヶ月の赤ん坊を皇帝の位につけてしまった時もあり、当然権力は外戚や有力豪族に握られます。第11代漢帝は権力を振るう外戚領旗を側近の宦官と図って誅殺しますが、今度は逆に宦官が権力を振るい始めます。これに抵抗した儒教官僚である清流派士大夫たちは宦官に弾圧され、官職追放、朝廷への出資が禁じられてしまいました。実務官僚を大量に政治の場から追い出した朝廷は機能不全に陥ります。清流派士大夫、この場合は宦官、濁流に対抗する官僚たちを指します。士大夫の意味は時代により変わってきますが、科挙試験に合格した官僚、知識人、
上流階級、読書人などを呼ぶことが多いです。やがて漢帝が崩御し、第12代霊帝が即位します。霊帝は大将軍東部や太傅陳蕃らの補佐を受けますが、宮廷では相変わらず宦官が幅を利かせていました。即位の翌年には、東部陳蕃両名を中心に宦官排斥が計画されますが、ことは事前に露見、逆に返り討ちにあってしまいます。その後も清流派を辞任する士大夫たちの抵抗は続きますが、肝心の霊帝が主食に溺れて政治に関心を示しません。朝廷の政治は長城や長中ら十条寺と呼ばれる宦官に乗っ取られてしまいました。十条寺とは、霊帝の時代、宮中のお手元不如意を補うため官位を売りに出します。その時に売りに出された官位の一つに中条寺がありました。これは常に皇帝のそばにはべり、取り次ぎや身の回りの世話をするのですが、五官以降は宦官のみがつける役職になります。宦官の特殊性ゆえ、皇宮へも自由に出入りでき、皇帝や皇后、皇太后の身辺に付き従うので信頼関係も築きやすく、次第に権力を握っていきます。五官末に現れた十条寺は霊帝に寵愛され、特に大きな力を振るうようになりました。十条寺といいますが、実際には長城、長中を中心にした12人で、10というのは概数です。帝は彼らの年言やもてなしに惑わされ、特に長城、長中に至っては我が父、我が母と呼ぶまでに籠絡されていました。宮廷で起こる怪異、天もこれを嘆いたのでしょうか。さまざまな怪異が起こり始めます。建寧2年169年4月15日恩徳殿にお出ましになった帝が玉座に着こうとされた時、突然一陣の風が吹き抜け、青色の大蛇が現れたかと思うと、玉座にわえだかまってしまいました。帝はあっとばかりに混沌し、急ぎ宮中に助け入れられますが、百官は驚き騒いで逃げ惑うばかりです。大蛇はすぐに消え去りますが、その後すさまじい雷雨となり、雹まで混じって降り注ぎ、数知れぬ民家が倒壊しました。弘和元年178年には面取り変じて音取りとなり、同年6月1日には14畳の黒色の容器が雲徳殿に湧き起こります。秋7月には玉堂殿より虹が立ち上り、五軒の山々をどよもして激しい山崩れが起こりました。立て続けに起こる怪異に帝は臣下に原因を尋ねられます。軍神の中から議論採用が進み出るとはばかることもなく、虹が立ち鳥が変化するは女子と宦官が政治にくちばしを入れるがためとの上層文を立てまつります。帝はこれをご覧になってもため息をつかれるばかりで、はかばかしい返答もありません。さらに悪いことには、五国宦官の一人宗節がこの上層文を手に入れてしまいます。宗節は内容を司祭に読み、仲間の宦官と図って偽り事を言い立て、採用を罪に落とし、官職を召し上げ追放してしまいました。滅びゆく漢王朝。このように朝廷は乱れ、庶民は当然のように重税に苦しめられます。中央政権が統治能力を失っていく中、各地で反乱が起こり、世情は不安定さを増します。頼るところを失った庶民は怪しげな新興宗教に救いを求めました。特に力を持ったのが太平道と五渡米道で、彼らは黄巾の乱を引き起こしますが、この話はまた詳しくご紹介します。黄巾の乱そのものはやがて平定されますが、この俗軍に対抗するため武装化した地方豪族と中央政権を追われた知識階級が結びつき、地と力を備えた多くの軍閥が出現しました。農民反乱も全土に広がり、これらを平定する力はもはや漢王朝には残っておらず、世情不安は募るばかりです。中平6年189年、混乱の中霊帝が崩御すると、
皇后嘉氏の兄嘉信は昭帝光能王を立て、自身は大将軍に就任します。袁紹登場。ここに華北の名門袁氏に出自を持つ袁紹という人物が登場します。三国志らしくなってきましたね。袁紹は霊帝の時代に大将軍嘉信に招かれ、首都洛陽の守りの要として宮中に出仕していました。四代にわたって宮内人心を務めた官僚を輩出する家柄で、勢力を振るう宦官一派を忌み嫌っていました。嘉信と語らって宦官たちを一掃しようとしますが、嘉信がぐずぐずしているうちにことが漏れ、逆に嘉信は宮中で殺されてしまいます。宦官たちは義直を出して兵権を握ろうとしましたが、部下を大切にした家臣を慕う者が多く、うまくいきません。逆に家臣を殺され怒った袁紹が軍を率いて宮中に切り込み、宦官を皆殺しにしてしまいました。外戚の家臣も宦官たちも倒れ、両者の争いは共倒れに終わりましたが、ここで思わぬことが起こってきます。宦官の一人で中将寺を務めていた段慶が、昭帝光能王とその弟陳竜王劉強を宮中から奪い去ってしまったのです。段慶は帝たちを擁して宮中を逃れますが、やがて追っ手の軍に追いつかれ、もはやこれまでと川に飛び込んで死んでしまいました。荒野の真ん中で護衛もなく放り出されてしまった帝と陳竜王でしたが、この二人を発見し保護したというか、手に入れたのが董卓です。皇帝は大事な旗印です。混乱の世では皇帝を報じた者が正当とみなされ、これに歯向かう者は朝敵であり、権力を求める者の間で皇帝の奪い合いが起こります。董卓登場。ここで董卓の登場です。宦官勢力を倒すための味方として、家臣が生前に地方で軍を養っている有力武将に招集をかけていましたが、その一人が董卓です。董卓の率いる軍は強大で、袁紹に取って代わって都の実権を握ります。彼は陳竜王の聡明さを見て、帝を廃して陳竜王を帝位につけようと画策を始めます。いよいよ三国の物語が始まります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。